監督の皆さんこんにちは、レアマックスチャンシー号です。今回のハチテレでは8月1日木曜日の12時から開催される白化祭第1弾の情報をお届けします。まずはスカウト情報のご紹介です。ハチ内プリンセススカウトブルームではシンデレラ覚醒が可能なこちらの SSR 選手をお迎えすることができます。塩見渚ちゃんです。浜辺で光月のメンバーとリフレッシュしている塩見ちゃんのシーンになります。そして塩見ちゃんがシンデレラ覚醒をするとシーンがアニメーションするようになります。渾身の一球を投げ見事相手バッターを打ち取った塩見ちゃんがよしと吠えているシーンになります。塩見ちゃんのシンデレラハーモニーは3種類の効果を持っています。1つ目の効果、ダイヤモンドの真ん中では投球時に戦術全力投球を使用した際に発動します。こちらは次の4種類の効果があります。1つ目に敵の三振率を上昇させます。2つ目にオペレーションコストを5回復します。3つ目に自身が試合中に付与された能力を下げるスキルやスキル発動確率低下状態をすべて解除します。そして4つ目に自身が登板している限り次のイニング終了まで敵ホームラン率を減少させます。2つ目の効果、あがき続けるんだは投球時に走者が1人以上いる際に自身のスタミナを 5% 消費して自動で発動します。敵の長打率が減少、三振率が上昇し味方補給率が上昇します。3つ目の効果、強さを示していこうは出場中かつ味方打席時に走者が1人以上いる際に自動で発動します。味方打者の三振率、敵補給率が減少し塩見ちゃんのスタミナを 5% 回復します。続いては塩見ちゃんのシンデレラハーモニーを実機を使っていのちさんに紹介してもらいます。いのちさんお願いします。監督の皆さんこんにちは、エアマックスいのち号です。今回は UR 塩見さんの性能を紹介していきます。今回の塩見さんは光月のエースらしく、あの高坂椿さんを彷彿とさせる投手としてはもちろん打撃面でも貢献できるスタメンで大活躍が期待できる選手となっています。簡単にシンデレラハーモニーの効果を紹介すると、高い奪三振能力と長打を防ぐ力に加え、自身だけでなく味方打者もヒットを打ちやすくなるように打撃サポートを行い、継続的なスタミナ回復により高い投手能力を維持できるといった効果を持っています。それではシンデレラハーモニーの性能を見ていきましょう。オペレーションコストを5回復し、高い確率で三振を奪うことができます。そして塩見さんが登板している限り次のイニング終了まで敵のホームランを高い確率で防ぐことができます。オペレーションコストを5回復し、高い確率で三振を奪うことができます。そして塩見さんが登板している限り次のイニング終了まで敵のホームランを高い確率で防ぐことができます。さらに自身が試合中に付与された能力を下げるスキルやスキル発動確率低下状態を全て解除することができますので、安定した投球が期待できます。2つ目の効果は、あがき続けるんだという名称となっており、塩見さんの投球時走者が1人以上いるときに塩見さんのスタミナを消費して自動で発動します。敵の長打率が大きく減少し、敵の三振率が上昇し、味方の補給率が上昇します。このように走者を背負った塩見さんは戦術を使わずとも敵打者を打ち取る力を自動で発揮してくれます。この効果はムードブレイクとしても発動しますので、全国大会の防衛でも活躍してくれることでしょう。3つ目の効果は、強さを示していこうという名称となっており、味方の打席時走者が1人以上いるときに自動で発動します。味方打者の三振率が減少し敵の補給率が減少します。また塩見さんの打席時はさらに三振率が減少しますので、塩見さんは投手だけでなく打者としても安定した活躍が期待できます。この効果はこれだけでなく、発動すると塩見さんのスタミナを回復してくれます。このようにスタミナがなくなってしまった場合でも味方打者の打席を回すことでスタミナ回復を狙うことができます。
そしてスタミナが回復することで2つ目の効果、あがき続けるんだの発動に必要なスタミナを確保することができ、継続して高い投手能力を発揮することができます。この効果もムードブレイクとしても発動しますので、全国大会の防衛でも活躍してくれることでしょう。以上のようにスタミナ回復により継続力の高い投手能力と味方の打撃サポート力を備えた塩見さんで、攻守にわたってチームを引っ張っていき勝利を手にしましょう。以上、 UR 塩見さんの紹介でした。いのちさん、ご紹介ありがとうございました。続いて選手を選んでお迎えできるドラフトスカウトも開催されます。こちらのスカウトは優勝ナインスターで6回限定、10連スカウトのみとなりますが、ひまわりスキルの開花が可能なラインナップ対象選手を選んでお迎えすることができます。ぜひこの機会に欲しい選手をお迎えして育成してみてください。そして発火祭を記念した2つのスカウトが開催されます。1つ目はこちら、装填スキルの習得が可能な選手が登場する発火祭記念無料10連チケットスカウトが開催されます。8月1日木曜日の4時から開催の発火祭ログインボーナスにて入手できるスカウトチケット発火祭2024無料10連を使用することで最大で300連のスカウトを実施できます。開催期間中にゲームにログインをしてスカウトチケットを入手してください。続いて2つ目はこちら、発火祭記念八内プリンセススカウトブルームです。この10連スカウトを1回行うとドラフトチケット発火祭八姫ブルームを1枚入手できます。こちらのチケットを5枚集めると2回限定でラインナップ対象から UR にシンデレラ覚醒が可能な SSR 選手を選んでお迎えすることができるドラフトチケットスカウトに挑戦できます。ぜひこの機会に UR にシンデレラ覚醒が可能な SSR 選手をお迎えしてみてください。続いてイベント情報のご紹介になります。8月1日木曜日の12時からこちらのイベントが開催されます。波打つ熱気の彼方後編です。こちらはスカウト情報でご紹介した塩見ちゃんのシーンが登場するイベントになります。またマンスリーチャレンジの発火祭特別編が開催されます。こちらのイベントは発火祭のミッションをクリアして入手できる発火祭カード VS 光月高校を使うことでステージに挑戦できます。また通常ステージ1から3をクリアするとそれぞれの EX ステージに挑戦できるようになります。 EX ステージに勝利すると称号の獲得ができますので、選手を育成してチャレンジしてみてください。続きまして八内ニュースをお伝えします。8月11日日曜日の19時より8月のシンデレラ9オフィシャルウェブストアにて販売される八内グッズのご紹介です。まず1つ目はこちら、バスタオルです。西宮アリスちゃんがクレヨンイラストで描かれた水着姿のシーンがプリントされたバスタオルになります。2つ目はこちら、特大壁掛けパネル時計サードです。こちらは全2種類で7周年のキービジュアルを使用した夏を目いっぱい感じられるデザインです。3つ目はこちら、フルグラフィック T シャツ水着バージョンです。全5種類となり、城島桃ちゃん、柊琴葉ちゃん、近藤咲ちゃん、花山恵美ちゃん、アメリア・サンダースちゃんの各選手のイラストがプリントされています。4つ目はこちら、レイヤードグラフです。全2種類で立体感のあるイラストを楽しむことができます。そして今回の通販では一度のお会計で5000円以上ご購入ごとにプレゼントがございます。クレヨン先生書き下ろしイラストのクリアファイルです。こちらは全4種類をランダムでお付けいたします。数量限定で先着順となりますので、ぜひお早めにご注文ください。本日ご紹介したグッズは一部となり、販売するグッズは他にも多数ございます。次回の八内 TV でも引き続きグッズのご紹介をいたしますので、楽しみにお待ちください。八テレでは八テレ何でも質問室にて監督さんたちからの質問を大募集中です。イラストや選手のこと、音楽のことなど八内に関するどんな質問でも大歓迎です。
ご質問はこの動画の概要欄に記載の回答フォームよりご投稿をお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。